短めので8軒打ちです。あと2本、最初の2本はすごい綺麗でした。これは多分後ろコンクリで当たっちゃってます。27センチ受験で8件です。8件からの30センチの件です。ちょっとバランスがこれ悪いです。最後の1本だけですね。まあ投げ慣れればなんとかなると思うんですけども、剣自体のバランスがちょっと悪いですね。まあ、短い方がいいですね、やっぱり前重心と6本ともちょっと長さとか重心とか全部違うんですけども、これを6件から投げます。6件だとまあ多少もうちょっとマシなんで。まだちょっとゆっくり投げてるんでスピード的にはダメですけども、1本ちょっと跳ねました。ちょっとまあ大体こんな感じですね。まだちょっと慣れないんでうまくいきませんけど、まあ6件で実用的には十分で、風の抵抗は全く無関係です。風の抵抗8件でも全然関係ないですね。まあ10件ちょっとやってみないとわからないです。まあ重心が違うのよく刺さってると思うんですけどね。